ポンちゃんは指を入れても匂いを嗅いだりするのちょっと苦手というか、逃げたりしてたんですが、わかりました。これはね、顔が近づくとダメなようです。目が合うとですよね。今ちょっとこの左側にある、目隠しの方に、隠れながら指を入れてみます。皆さん、これは単なるちょっとした遊びなんですが、ジャン君の時にも匂いを覚えてもらうっていうことでよくやっていました。少しは馴染んだかな。今目が合いました。目をそらしました。ポンちゃんまたね。ジュン君がこっちに来たら、よいしょ、ポンちゃんも降りてきました。おはようの挨拶だね。まだ二人とも眠いね。どんな感じでしょう。ご飯食べたいのかな。Thank you.